牧村誠には別の理由でしばらく身隠してもらう必要があった。何のために？東城会内部の風間派を全部あぶり出すためや。それを知っとかんうちにはわしも東城会は取れん。女が消えたら案の定動き出した東城会の人間がおった。それが日教連の世良や。あの世良を動かしたんはお前の手柄やで。真島、風間と世良のつながりはわしにも見抜けんかった。セラなら俺が始末しといたよ。いや、あいつはまだ生きとるわ。今日神室町でセラを見たもの。あ、なんだと？それでええんや。殺すには早い。バックに風間がついとることさえ分かっとれば、逆に日教連を利用できることもある。真島、お前もう牧村誠は殺さんでええ。そん代わり、あのお嬢ちゃん立花不動産から取り戻してわしんとこにお連れせ。大事な客人としてや、わしがきっちり10億で土地買うたる。それさえうまくやったらお前東城会に戻したるわ。女もお前の好きにしたらええ。お前惚れとんのやろ、あの女に。だがな、あいにくその女がどこにいるかわからねえんだ。全部お前の計画のうちってんなら手貸してくれよ、兄弟。女連れて逃げとんのは立花不動産の桐生や。せやったらその兄弟分の錦山いうのから居所をたどったらええ。錦山も風間の子がいや。風間組の事務所によう出入りしとる。やれやれ、よかったな真島ちゃん。女は殺さなくていい。東城会にも戻れる。与えられた仕事さえ完璧にこなせばな。いいことずくめじゃねえか。これでみんなハッピーってわけだ。せやからええ話がある言うたやろ、真島。ただのピエロ、ちゅうわけか。おい、落ち着けよ。負けてきれんなら、もうパチンコなんかやめろって。うるせんだよ。おい、おい、てめえ待てよ、こら。なんか、こいつやばくね。バカやめて。
おい待て、誰だてめえ。真島言うもんや。道島組の錦山来とるか。え、錦山さんのお知り合いですか。いや、これから初対面や。ああ、てめえふざけてんのか。何者だこれ。錦山おらんのか。うるせえ、おめえもういいから帰れ。ここどこだと思ってんだ。ほら消えろっつんだよ。よせ、そいつは真島だ。お前らの手に負える相手じゃねえ。真島って真島五郎ですか。3年前島の組から消されたっていう話だったかな。間違いねえ。あんた誰。風間組若頭の柏木だ。あんたが錦山に何の用がある。あんたには関係あらへん。ええから、錦山出せよ。俺がお前の言うこと聞く義理でもあんのか。なんやと。お前は登場会から抹消されてる。ここはお前が来ていい場所じゃねえ。ええ加減にせ。俺は錦山出せ言うとるだけやで。さっさと出さんかいボケが。錦山も桐生もお前には渡さねえよ。上等やないか。お前らはいい。こいつは俺がやる。真島、場所を変えさせてもらうぜ。この神聖な事務所、お前の血で汚されちゃかなわねえんでな。こない小汚い事務所でよう言うわ。ま、ええやろ。들어가자마자형님그러면아무도안볼때형님아이제가저에서좀그래야죠그럼아니야고고오레가면도미테르빌데나好きに使わせてもらってる。お前の死体が転がってもすぐに始末できるってわけだ。ほんまにあんた一人でよかったんか。今からでも遅ない。手下呼んでも構へんのやで。それじゃつまんねえだろ。俺もお前とは一度やり合ってみたかった。おかげでさっきから血が騒いで仕方ねえんだよ。極道の佐賀ってやつか。派手に行こうじゃねえか。追っ始めようぜ、真島。行くぞ真島。
こない化け物が風間組におったんか。か、柏木さん。ええとこに来たやないか。錦山っちゅうやつはどこや。さっさと答えんとこいつの左目えぐるで。俺と揃いにしたる。俺にそんな真似さすな。セレナって店だ。天下一通りにセレナって店がある。西山さんはよくそこで飲んでる。